アッドルプは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、クロッペンブルク軍の村。アッドルプは北側から半時計回りに、エッセンのカルホルン、ベーベルン、ウプトロートグートラーゲに接している。村の東は、フェヒタ軍の幕ム地区、ルュセ村と接する。クロッペンブルク軍と、フェヒタ軍の境界にあり、オルデンブルガー・ミュンスターラント地方の真ん中にあたる。 アッドルプが最初に文献に現れるのは950年のことで、当時はアダトホルペという名称であった。その後、何度か名前が変わり、1340年にはアッドルペ、1376年にはアドルペとなった。中世にはテクレンブルク伯爵の領地となり、その方域が置かれた。その後、ミュンスター市教領から、 オルデンブルク公国へと移り、ナポレオン戦争中にはフランスに併合されて上、エムス県の一部となった。ウィーン会議の結果、オルデンブルクの君主号が、大公に改められて、オルデンブルク大公国となり、ドイツ革命により、オルデンブルク自由州、ナチスドイツ時代には、ベーザー・エームス・オークダクの一部となった。現在は、ニーダー・ザク選州に属している。 1987年には村民らにより、ゲーペルや滑り台、アズマヤなどを備えた広場、ゲーペルプラッツが設けられた。古文書から、家系図を500人以上前まで遡れる家族が8、家族あることが分かっている。AB、アドロップで、ヒストリーオブアドロップハット ABS 線、オールドブで、アドロップハット、アドロップで、ゴーペルプラッツ、ハットゲシヒテアドロップスアウフエッセン、 オールドブでオブルーフに MRZ2017 ありがとうございます。